さあ皆さん始まりました。今日の日付4月の30日ですね。いつも通り昨晩の米国株の動き見ていきたいと思います。で昨晩米国株は大暴落で、ニューヨークダウはね、1000ドル近くまた下落。で、ナスダックであったり、ソックス指数、まあ、半導体株数も 4% 以上大きく下がってるっていう状態です。まあ、アマゾンショックであったりとかね、インフレ懸念というところが再燃してきたという形の中で、またビックス指数が上がってきてるんですね。なので現状のマーケットの状況がどういった状態なのか、いつも通り状況のアップデートをしていきたいと思います。で、僕のプロフィールに関してはツイッターの方に載せてるので、こちらの方を見とってください。はい。7年間で証券会社に勤めてました。まあ、最終本店勤務で、一応その実務経験と実績残して辞めて今こういった配信をしています。なので、しっかりとね、知識を身につけたものが、今ね、話してるっていうところを踏まえた上で、これからの僕の話、参考にしてもらえると嬉しいです。というわけで、いつも通り、まずはですね、ニューヨークダウの、チャート分析からいきたいんですけど、ストキャスティクスに関しては、売られ好きの水準まで入っている。で、RSI ですね、ここのトレンドラインを見てみると、ここの下ね、抵抗ラインですね。ここのトレンドラインはもうすでに割ってる状態の中で、ちょっとね、一本下がってきたんですね。で、ここのラインが意識されてるなら、まあ、ここのラインだったんですけど、ここもね、ちょっと割れてきてるんですよ。で、MACD に関してはまだ鋭角に切り下がっていて、下落トレンドを強烈に組んでいる。で、現状の日足の位置は、ここの、ここで下げ止まることなく、また一本ですね、下の方に、下落方向にバンドを形成してます。今のところ下落方向に。で、ポイントなのがこの黄色のラインから25日移動平均線と75日移動平均線のデッドクロス形成。これが近づいてきているので、ここのリアクションが入ってくるかどうかには警戒ですね。また一旦ね、下の方にスーッて下がってくる可能性があるから、そこは注視して見ていきましょう。で、現状の高値安値の水準を見ると、フィボナッチの 78.6% 戻しラインまで下がってきてるんですね、今。安値高値の。で、5日移動平均線とフィボナッチの 61.8% 戻しラインがクロスしそうになってるんで、まあ、デッドクロスしそうになってるんで、トレンドラインがまた下向きになってきてるかなって感じですね。ちょっとね、形的にチャートの形で言うと、もうちょっと下掘ってくる可能性も考えられるんで、まあ、十分にね、キャッシュポジション高めの状態にしておいてもらえたらなって思います。まあ、皆さんね、結構ね、僕の動画見続けてる方に関しては、キャッシュポジション多めだと思うんで、そこに関しては心配はしてないんですけど、で、あとはですね、S&P500 も昨晩 3.63% 急落という形で、ここはですね、直近安値ラインを割ってきたんですね、ここの安値ラインを。で、まだここも下落方向にバンド継続中なんですよ。で、100日移動平均線と200日移動平均線のデッドクロス形成。まあ、ここを手がかりとしてまた売りの手が入ってる。で、ここも25日と75日のデッドクロス形成が近いので、そこも注視。下落方向にバンド多くなので、日柄調整が進んで、日足が下の青のラインから明確に離れる。5日移動平均線が少しね、こう傾斜が緩やかになるまでちょっと見る必要がある。この状態ならば、RSI が売られすぎの水準まで入ってくる可能性も、あるので、そこを見ましょうか。そこを見ましょうか。RSI が売られすぎの水準まで入ってくる可能性ありますからね。ちょっと前のラインを引いておくんですけど。で、特に市場のファン心理を表すビックス指数。ここに関しては 11.37% 急騰して33まで上がってるんですよ。上がってる。オプションでヘッジファンドが下げる方向に保険をかけてるので、まだまだ日中乱高下しがちですよね。はい。日中値幅が、ビックス指数が大きく急騰してるときはね、やっぱし拡大してきますから、だからね、今晩も、昨晩もか、ニューヨークダウであったり、S&P500 は乱高下してしまったと。まあ、そういった状態です。で、ビックス指数がね、MACD パラボリック上昇トレンドを形成してるときは、最大限の注意が必要であって、このパターンが形成されてるときって、株価はね、予想外に下がってくる確率っていうのは高いんですね。で、逆に、株が今後上がってくるタイミングはどこなのか。もうここももう一回言います。多分初めて見てる人もいると思うんでね。はい。ビックス指数の MACD とパラボリックが下落トレンドを形成する前に見てください。で、ここですね、コロナショックの時ですね。2020年の3月、まあ、2月から3月の値動きの時に、ビックスは15ぐらいから80まで一気に急騰しました。で、その時の MACD パラボリックの水準を見ると、2月の21日に上昇トレンド形成。で、3月の23日ぐらいに下落トレンドを形成しそうになって、まあ、下落トレンドを組んだんですね。はい。で、この時にパラボリックも下落トレンドを形成。ここでは上昇トレンドを形成してるんですけど、この時にニューヨークダウは、綺麗に上下の波動を描きました。はい。ここですね。
2月の21日2020年のここで頭を取って急落し始めて、3月の23日に上昇トレンドを形成したとボトム打って。なので、ビックスのマックディとパラボリックが下落トレンドを形成する。まあ、そのタイミングで株式マーケットは大きく切り返してくる。まあ、一旦ボトム打って上がってきたとしても、そこからもう一段でこうグーッと上がってくる可能性があるから、慎重にやりたい方は、ここのパラボリックとマックディに関しては下落トレンドが形成するまで待ってください。はい。特に5月相場に関しては、リスクイベントが多いので、まあ、CPI の発表であったりとか、あとは、ね、利上げっていうところ。で、今回もね、利上げっていうところが強烈に意識されてくる。まあ、そういったニュースが出てきました。で、それがこのニュース見てほしいんですけど、アメリカの PC 価格指数ですね。3月は前年比 6.6% 上昇。40年ぶりの高い伸びが継続したと。まあ、こういったニュース出てます。で、読み上げていくんですけれども、米商務省が29日発表した3月の個人消費支出 PC 価格指数は前年同期比 6.6% 上昇と前月の 6.3% から加速し、1982年1月以来で最も高い伸びを記録した。 PC は前月比でも 0.9% 上昇、伸びは前月の 0.5% から加速し、5年9月以降の以来の高さとなったと。 FRB が積極的な金融引き締めを進める方針を支え、5月に50ベーシスポイント、まあ、0.5% の利上げを実施する根拠をもたらす内容となったと、まあ、こういった形でニュースが出てます。まあ、その他のニュースに関しては下に書いてる通りなんですけどね。まあ、改めてまた意識されてきたっていう形ですね。はい。ただもうここに関してはもう想定しながらやってるので、もう全然ね、マーケットとしては織り込み済みなのかなっていうところです。まあ、マーケットとして織り込み済みっていうか、僕の中ではもう織り込んでね、話してるかなって気はしますね。はい、話してます。まあ、5月はもう乱高下するかなってことも、まあ、ずーっと何ヶ月も言い続けてきましたし、昨日のライブでも言ってますからね。うん。上がる要素は、長期的に上がる要素は今のところないですから。はい。GDP、成長率に関しては鈍化傾向にある。で、金融相場も、もう終焉して利上げ QT が来るっていう段階の中で、今までの不況の中の株高っていうのは、プラスアルファで金融緩和っていうのがあったんですよ。だから上がってったんですね。だけど今回に関しては、まあ不況と言いますかね、やっぱ成長率鈍化っていう兆しが出てるのに、プラスアルファの金融緩和はない。どっちかというと引き締め方向に向かう、まあ、バランスシートを圧縮していくっていう方向になるんで、そうなってくるとね、長期的なやっぱし上昇要因っていうのは、まあなかなか考えづらいところある。まあこれフストレポートにも載ってることなんですけどね。あとはその他の外的要因見ても、中国の方も、またね、新たに出てきたニュースによると、また景気の鈍化を懸念するようなね、指標とかも出てきてるし、まあ例のあの国同士とのドンパチもある。はい。全体的にね、まだまだ弱い試合は続くと思うんですよね。そういうふうに考えると。そこあたりの全体像をつかみながらやっていきましょう。まあ、グロース株に関しては、目先はいつも通り短期ですね。短期割り。で、その他の高決算で大きく急騰しているような銘柄に関しては、ちょっとね、様子見ながら、銘柄対応、個別銘柄対応していく必要があるのかなっていうふうには思います。まあ、後でね、日本株マーケットのこともちょっと話そうと思うんですけど、じゃあそこを受けて、さらにプラスアルファで、ね、昨晩何が起こったのか、もうこれですよね。アマゾン、大暴落ですね。14% 急落します。下落方向にバンドオフ継続中。で、フィボナッチラインを引いてみるんですけど、ここのライン意識ですね。はい。161.8% 戻しラインが2212ポイントって形なんだけど、ここまだ下落方向にバンドオークを強烈に形成して、急落は3日までです。窓を開けて大きく下がってるんで、急落して3日目、4日ぐらいに短期的なリバウンドが入ってくる。まあ、ショートカバーとかで入ってきて、5日移動平均線ぐらいまでの軌道修正が入るかもしれないんだけれども、RSI がまだ売り付けの水準まで完璧に入ってないんですね。うん。MACD も鋭角に切り下がっている。ここもバンドオーク日柄調整が入るまで様子見。で、急落は3日までですね。急落は3日まで。今回もそれでいきましょう。はい。で、次に見ていくのが S&P500 のセクター別騰落率。まあ見る前に、まあ今朝の中身だけもう一回確認しておきましょうか。Amazon の。はい。これですね。1、3月期、第1四半期ですね。Amazon の決算内容。一株利益 8.4 ドルだったものがマイナス 7.56 ドル。で、売上高も市場層若干下回ってきたという状態の中なんですよね。中で、第2四半期見通し。
これが市場層1250億米ドルだったものが、1160から1210億米ドル。まあ、ちょっと幅聞かせてね。それでも市場予想に届いてなかったんですよ。で、営業損益も、プラス68億ドルだったのが、マイナス10億ドルから、プラス30億ドルって形で赤が見えてきてる。やっぱね、今までの成長企業の代表格、ガーファムの一角だけだった、ガーファムの一角だったんで、やっぱし赤がね、出てきたっていうところは、懸念した売りっていうのが、出てしまうのかなという気はしますよね。これ見るとね。はい。それで、昨晩大きく下げてしまって、全体マーケットを、まあ、悪く、地合いをさせてしまったという状態です。じゃあ、それを踏まえて、セクター別の騰落率、昨晩どのセクターが一番上下したのか見ていくんですけど、一番下がってるのが一般消費財。まあ、アマゾンが原因ですね。5.92% 急落してます。下落方向にバンド駆ここは下げ止まりの兆候出てない。デリアレステート。ここに関しても 4.9% 急落ですね。はい。ここに関しても、大陰線引いてきてるんで、急落は3日待て。で、インフォメーションテクノロジーセクターも、一旦大きく上げて、前々日の上昇分を全部吐き出しました。まあ、ボトムはまだ取ってない、下回ってはいないんだけども、乱高下激しいですね。で、コミュニケーションサービスセクターに関しても、こんな形でね、ちょっとまだ下掘ってきてるし、フィナンシャルセクターも下落方向にバンドオフ中、日柄調整入る。まあ、バンドオフ終了のサインはまだ見えてない。で、ユーティリティも強烈に下げて、これも下落方向にバンド駆逐ですね。まあ、ここに関しては、まあ、下げてくるって言ってたんで、可能性あるっていうふうに言ってたんで、まあ、予想通りかなって感じですね。で、生活必需品もこんな形で、大陰線でしょ。もうインダストリアルセクターも下落方向にバンド駆逐。ヘルスケアも下落方向にバンド駆ですね。はい。移動平均線の束が、全部5日移動平均線、デッドクロス形成してきた。エネルギーセクターも下げてしまって、マテリアルセクターもこんな形。マテリアセクターはまだ200日と5日移動のデッドクロス形成がなってないんで、ここももうちょっと下落のところは意識かなという状態です。なので、すべてのセクター見ても今ね、だいたい下落方向にバンドオークを形成してきてるんですよ。下落方向にバンドオーク。バンドオークっていうのは冷やしがボリンジャーバンドのマイナス2シグマであったり、プラス2シグマ。この青のラインに沿って上がったり下がったりする強烈なトレンドライン。で、下向き方向に今回は形成しているので、トレンドラインは強烈に弱いです。はい。で、次に見ていくのがナスダックですね。ここも 4.17% 急落。これも下落方向にバンドオークですね。形成してきている。うん。まだですね。まだですね。もうちょっと様子見ないといけない。で、ソックス指数も 4.47% 急落で、もうここも全部ね、こう戻してる。最安値更新っていうわけじゃないんだけど、直近の安値更新ってわけじゃないんだけど、4.47% 急落。はい。で、中古型株指数に関しては、ここも下落方向にバンドオークで、まだ止まりそうな動き方はしていません。止まりそうな動き方はしていない。うん。で、セクターローテーションも見るんですけど、まだね、ちょっと微妙ですね。これ GV 倍率ですね。グロース株指数割ることのバリュー株指数。上昇するとグロース株優位で下落するとバリュー株優位なんだけど、ここに関しては一旦ね、パラボリック入って上昇トレンドを形成したんですよ。で、まだそれは継続されてるんだけど、まだトレンドライン的で言うと昨晩下がったんで、グロース株よりもバリュー株の方がまだ優位性があったと。まあ、グロース株の不利な状況が、昨晩もね、またね、復活して出てきてるんですよね。MACD のトレンドライン見てください。これがゴールデンクロス形成してこないようだったら、グロース株に資金が向かってくる動きっていうのは限定的になるかもしれないんで。はい。それで行きましょう。で、個別銘柄ごとの動きも、見ていこうと思うんだけど、その前に金利見ましょうかね。アメリカの10年債利回り。今回のデータを受けて 2.939% まで急騰してます。急騰。4% 上昇。で、2年債利回りも 3.82% 上昇で高値を取ってきている。うん。で、問題なのが利上げ回数予想なんですけど、0.25% の利上げを1回とすると、今ね、FF レート12月のもの見ると、10.92 回まで折り込んできてるんですよ。昨日の時点では確か 10.4 回ぐらいの折り込み度合いだったものから、また 0.5% ぐらいね、0.5 回ぐらい折り込まれてきました。年内11回の利上げが今意識されてる。11回が 2.5% の利上げ、11回。2.75% ですね。ということは。2.75% の利上げが年内に行われるだろうって合計で。
FRB メンバーの中には 3%、3.5% という形でね、確かセントルイス連銀総裁が皮切りに行ってきているので、そのトーンが消費者物価指数の反応次第でどう変わってくるかですよね。まあ、とりあえずもう 0.5% に関してはもう織り込み済みという形です。はい。5月は3回なんでね。で、6月が 4.6 回。7月が6回っていう形です。ここを見ると5月、6月に関してまだ FF レートの上昇分がね、十分予想されるので、CPI の結果次第では 0.5% をさらにね、折り込むような形で FF レートが上がってくるなら、まあ、金利の上昇も入ってくる可能性があるから、そこは注意ですね。そこは注意ですね。で、個別銘柄の動き見ましょう。まあ、さっきアマゾン見たんで、他の主に下がってるところを見ていくんですけど、インテル。ここに関してはもう決算後急落って形ですね。はい。まあ、決算の中身これだったんですけど、昨日のライブでも話してました。まあ、あんまり良くなかったんですね。良くなかったんですね。特に第二四半期見通しに関しては。なので、大きく下がった。まあ、インテルに関してはね、もうこれは、まあ、毎回のパターンなんで、決算後には大体この銘柄下がるんで、まあ、予想通りかなって感じです、ここあたりは。で、セールスフォース、ここも 5% 急落したんですね。一旦大きく上げたんですけど、一旦窓埋めっていう形で下がりました。ただ、安いところはまだ下回ってないって感じ。で、クアルコムも 5.74%、まあ、下落です。もう決算後に上がったんですけど、はい。決算がこんな感じですね。決算後に上がったんですけど、ここに関しても、昨晩の全体的な売りの流れに押されてしまったって形ですね。ベライゾンは下掘ってきてる。もうここきついでしょ？で、カーニバルとかも下がってきていて、ほぼほぼ全ての銘柄が下がってます。マイクロソフトも下落ですね。はい。決算発表後の上昇を全部吐き出しました、ここは。で、NVIDIA も 6% 急落中。まだ日柄調整っぽくも見えなくはないんだけど、まあ、金利が上がってきてるんやったら、またちょっと話は別かなと。アルファベットも決算後ね、一旦下げて、また下の方を掘って 3.72% 下落。これも下落方向にバンド中。バンド中なんですよね。で、アドバンストマイクロデバイス、AMD はもうこれ決算まで動かない。まあ、これ毎回言ってる通りです。はい、決算まで動かないです。で、デルタイアラインとかも一旦若干ね、下がっているけど高値圏内での揉み込みにって感じですね。はい。強い銘柄強いです。強い銘柄強い。弱い銘柄弱い。個別対応で動いてきているような状況が続いてるかな。で、上がってる銘柄とかもあるんですけど、まあ、中国関連ですね。アリババ、まあ、6.8% 上昇。高いところから押されたけれども、大きく値を切り上げている。で、テンセントも 8.81% 上昇。ディリも3.87% 上昇。バイドゥも 3% 上昇という形で、ここあたりは、まあ、プラス圏内での推移かな。他に目立ったところで言うならば、どこなのか。銀行株。ゴールドマンサックス 4.04% 下落ですね。ここは金利の上昇には反応しないです。さっきも前から言ってるんですけど、長短金利差がほとんどないような状態なんで、金利が上がっても収益源にとってプラスには反映されてこないというところで、これも下落方向にちょっとね、バンド幅拡大してるんですよね。アメリカンエクスプレス。ダブルトップのネックライン試しに来てるんで、ここで安易に買いの手は入れづらい。決算後のこう、リアクションも見てもですね。で、アルコアとかも、資源関連も大きくね、やっぱし決算後に下げてしまってるんで、ガイドラインがいまいちだったんでね。ちょっと弱いですよね。で、アップルも、3.63% 下落しました。一旦ね、決算発表後、まあ一旦買われてたんですけど、そこから全体押されてずる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 下がって、5日と200日とデッドクロス形成が見えている。ここも今なかなか買いづらいです。はい。なので、現状のマーケットの状況を見たんですけど、大きく下がった、アマゾンショックが予想外にでかかったなっていう感じです。予想外にでかかった。アフターマーケットで昨日時点では 8% ぐらいの下落だったものが倍返してきたんで、ちょっとね、大きく下がりましたよね。で、これを受けて日経平均先物がどういった動きをしているのか、元に戻ってます。日経平均先物に関しては。はい。日経平均先物に関しては。ですね、CFD に関してはトントンです。CFD に関してはトントン。まあ、80円ぐらいかな、確か。90円ぐらい下がってるだけなので、そこまではないんですけど、
そこまではないんですけど、持ち越してる人もいると思うんですよ。勝負っていう形でね。うん。持ち越し、まあ、含み益がある状態だとは思うんですけど、もし短期的にやっぱし方向性が違ったなって思うんだったらすぐに対処して、まあ、スライスするなり切るなりした方がいいのかなっていう気はします、一旦。はい。僕もさっきね、ツイッターでツイートしてますけどね。はい。金曜日時点に、含み益がかなりあって、実にも出した銘柄とかあったんですよ。はい。含み益が、だいたいですね、7% ぐらい、8% ぐらいあって、で、そこで実利も、その倍ぐらい出してるんですね。要はその、例えばなんですけど、300株買ってたとすると、8% の銘柄を、8% の銘柄を、買ったところから 8% 上がりました。で、そのうちの200株切り返して100株だけ持ち越してる。まあ、そういった状態だと思っててください。なので、一応含み実利益ベースで言うと、3%20% したが 20% 以上の余裕はあるんですよ。20% 近い余裕は。まあ、さっき今のはちょっとイメージ、例えばの話なんですけど、なので、連休中大きなね、下げが来ても、大丈夫なように一応対処してポジションは取ってるんですけど、ちょっとね、寄り付きからの動き次第かなっていうふうに思います。そこでなんかムード悪いなと思ったら、まあ、切るかもしれないし、うん。ただね、結構いい銘柄なんですよね。うん。はい。いい銘柄なんですよね。しっかりとポジション管理しながらやってるんですけど、うん。まあ、とりあえず、まあ、スライスしてるので、そこに関しては僕もちょっと考えながらやっていきたいとは思います。まあ、ここに関してはね、この前ちょっと、ね、ライブ配信の中でも話したんですけどね。はい。なので、今、こういった状態です。目先、やっぱし5月、6月、5月相場に向けてブレてきた。もう、これに関してはもう見通しは変わってないです。はい、5月は乱高下するっていうのは。そこに向かって、ポジションをね、やっぱ調整しながらやってきたんで、ポジション調整しながらね。で、チャンスがあるならば、まあ、打診買いで買って、さっきみたいに、含み益余裕、まあ、連休入りますからね。連休中ですからね、今ね。含み益を、十分に確保した状態。まあ、実利も含みも合わせて。それで持ち越す。まあ、それで対応していくっていうのが、やっぱ重要な考え方。まあ、ここの考え方は変わってないですね。上がったらスライスしていかなければいけない相場環境なんで、今は。さっきも言った通り、やっぱし金融緩和は終わる。で、成長率も鈍化している。景気後退懸念もある。ある国同士がドンパチしている。いろいろな不確定要素があります。あと QT とかもあるからね。金融緩和し、利上げの問題もあるし。はい。そういった中で、どうすればいいのかっていうと、まあ、長期でこう、ロングで持つっていう考え方じゃなくて、上がったら売り上がっていくっていう考え方ね。上がったら売り上がっていく。そのスタンスを、まだまだ当面は続けておいてください。短期的に大きく下がったんだったら、そのリバウンド大きいです。はい。で、その勢いが強ければ強いほど、またさらに上がってくるかもしれないなって思う人いると思うんですけど、そこは欲を張らずにスライスしていきましょう。スライス。で、今のところは、防御に徹した方がいいのかなっていうふうに、今のマーケットを見ると思うので、そこあたりよかったらね、参考にしてもらえると嬉しいです。なので、また動きがあったらね、すぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら最後に僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいてもらえるとすごい嬉しいです。皆さんね、今晩もまたライブ配信、多分していくかなと思うので、で、夜の21時からは、メンバー限定ライブしますから、よかったらそちらの方も参加してみてください。メンバーさんは21人集合ですね。よろしくお願いします。というわけで、一旦皆さんお疲れ様です。